えっとですね、サンキューの、えー、ライティングの問題です。こういう質問があって、それに対して25号から35号で、えー、理由を2つ述べながら答えるという感じになってます。じゃあこれまず読んでみますね。一緒に読みましょう。What is the most interesting school subject for you? 学校の教科で一番面白いのは何ですか っていう質問ですね。じゃあ、これに対して、えー、っと、そう、このね、えー、っと、じゃ Most Interesting School Subject for You。これ、そのまま使っちゃいますか。コピーしちゃおう。で、答え、ここね。色変えようかな。何がいいかな。ピンク好きだから、ピンク。まあ、紫好きなんですけどね。まあいいや。じゃこれにしましょうか。 こんな感じここら辺。ここに。The most interesting subject for me. これあなたにとってですからね。これ me にして、私にとってにして。is 何がいい何にしますか日本語にしましょうかじゃあ、英語にしましょうか英語、英語にしましょう。English. いろんなんけどね。イングリッシュだったら一番簡単じゃないですか。インアリッシュが抜けてる。<laughs> はい。イングリッ The most interesting school subject for me is English. ちょっとだいぶこれで。1,2,3,4,5,6,7,8,9. これ9、9、9 words 稼げましたよね。で、最初に理由、I have two. 2つ理由がありますって言いましょうか。I have two. Reasons. ね。そして最初に、first。こんな感じね。これ全部こう、この reason とか覚えてね。English も覚えてね、ちゃんとね。えっと、first、最初に、そうですね。うん。あ、うんとね。English is fun.English is えー、ファン、えー、っとして、えっと、英語を知ってると、えー、っと、いろんなことを理解できるじゃないですか。<laughs> えー、そうだなん、いろんな楽しいことあるよね。えー、っと、 友あ外国人の友達が作れるっていうのいいんじゃない e n g l i 英語が面白い。えっと、I can make, えっと、外国のか。うん、難しいな。どうしたらいいかな。あ、外国のフォーリンって言うんですけど、スペルがちょっと難しいから、えっと、これメニューにしましょうか。たくさん友達ができる。I can make many friends. これでいいかな。ちょっとこれ、 うん内容的に薄いんだけど、まあいいんじゃないですかね、これでね。で、セカンドにしましょう。セカンド。2番目に、えー、っと、そうですね。英語が使えれば、えー、未来、将来において、えー、っと、いろんなことができ、あ、これって、ミングリッシュファンと違うのかなあ,そうあ、そうか。未来。 将来のために英語は勉強しなければいけませんみたいな感じかな。はい。えー、っとうん、難しいね。そうするとねうん。英語を使わなければいけない。もダメかな。難しいね。簡単に、もっと簡単にできないかな。うんとね。あ、英語は優しいにしましょうよ。 English is easy.Easy easy はスペルと大丈夫でしょう。ね。Easy ね。えー、っと、English is English. 英語は簡単です。あ、漢字がありません。これいいね。漢字がない。だから、えー、っと、English, English, <laughs> またスペル間違った English,、えー、Doesn't Doesn't これ e s n t にしますか。 does not have 漢字。ね。漢字がありません。これいいんじゃないですかちょっと待って、これ何文字になったさっきないんでしたよね。10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.31 31まで来ました。あと5くらいあったらもう超過しちゃうくらいですね。 じゃあもうここでもう終わりにしましょう。えー、っと、そうですね。For these. 本当は two reasons って言いたいんですけど、Reasons にしましょうか。For these two reasons, I.I.Like. English. My favorite is English とかなんかしちゃうと、あの、長くないすぎちゃう。ちょっとこれ超過しちゃったんです、少しから長くなっても短くなっても、それはもう、えー、と許容範囲で全然大丈夫ですか For These reasons I like English この、えっ、ー、と、一番好きだから本当はベストを入れればいいんですけどね、そうすると間違っちゃうかもしれないから、これでいいんじゃないでしょうかね。これちょっとね、日本語に直してみましょう。もしかしたら、 どっか間違いがあるかもしれないんでね。ツール、ドキュメントの翻訳。この翻訳の言語。これを英語にしましょうね。おあ、じゃあ日本語か。日本語にしましょう。で、翻訳。そうするとね、出てくるんです。じゃあ日本語からまず読みましょうね。ここから読みましょう。あなたにとって最も興味深い学校の科目は何ですかこれさっきのやつだよねで。自分で書いたやつがここね。 ん <laughs> これ t ってなんだなんか間違って書いてたえっと、あれこれ the most interesting になってんだけど。あ、これ、最初の t は先生、あの、これ、全角で書いたかな間違ってね。だから t、t に彼はになっちゃってるんだね。これね。これ、えっと、そう。これ取っちゃいましょう。そうすればいいんだ。 私にとって最も興味深い学校の科目は英語です。だよねはい、ビューは2つあります。まず、英語は楽しいです。たくさんの友達ができます。2番目に、英語は簡単です。英語には漢字がありません。これらの理由から私は英語が好きです。素晴らしい。これ100点かな <laughs> じゃあ英語をもう一回ここか読みましょう。はい、What is the most interesting school subject for you? the most interesting school subject for me is english. i have two reasons. first, english is fun. i can make many friends. second, english is easy. english does not have kanji. for these two reasons, i like english. Mm, 簡単な単語ばっかりですよね。イングリッシュとかフレンズとかは書けるようにしといてね。イーズイも書けるようにしていた方がいいと思います。いっぱい使われますから。で、これ一回ノートに移しておいてもらえるといいかな。これあの概要欄の方に全部、えー、書いておきます。日本語も。だから一回ノートに移して、もう一回勉強してね。